ってね、お湯を入れて卵を入れたらいいんよね。卵入れてお湯、お湯入れて卵作ります。卵が先なの。逆のことしとったかも、いつも。じゃあネギはね、こっちにしました。長ネギ、これをシュシュシュって、白ネギ、なんかアレンジ、アレンジっていうか、なんかアレンジかな。器を温めておこう。確かにね。見て、これはね、何個か、何個前なんやろこれ。チキンラーメン65周年です。じゃん、かわいいよね。でこの、これ、この時がね、結構好きなんですよ、私。かわいい、口の感じが。うん、みたいな。お、たまやタワー、ありがとうございます。チャオさん。ちょっと、あとでテロップに。とりあえずネギをね。ネギはまあ後に。よし、温めました。お湯ももう沸かしています。なので、まあ、これをね、ちょっと食べるの好きなんですよ。お湯入れた後に食べよう。先か、もういいや。よし、これでちょっと蓋をします。じゃん、3分測ってください。誰か もうちょっと上にお湯をかけようかな。卵、あ、いい感じやん。いい感じ、固まってきた。ネギを切ります。白の方にしました。青じゃなくて。もうちょっと盛り盛りにしようかな。え、誰か測ってくれてますか。ちょっとなんかハムもトッピングしたいので買ってきた。食べれないかもしれない。食べれるか。
の時はかな。ちょっとこんな形になった。まあいいか。ありがとうございます。そろそろ待って、じゃあ開けますよ。熱々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 。いきます。じゃん。全然断ってない。まあ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 、これぐらいでも美味しいよ。じゃん。卵をお酒に入れるんですね。ずっと私は後に入れてました、今まで人生の中で。よし、でも美味しいと思う。くらせ。早いね本当に。よし、では金魚、ありがとうございます。ではいただきます。こぼしませんように。うわ待って、美味しそう。普通に卵を入れずにそのまんま食べるのことも多いよね。多いよねというか、私はね、ちょっといただきます。熱々熱々、ちょっと持てないので。ちょうどいいです卵。
うん、めっちゃ美味しそうだって。そうなんですよ、なんか葵ちゃんが食べると美味しそうだよねってよく言ってくれます、みんなさんが。待って、時計があっちにあるわ、ちょっと待ってくださいね。53分。食レポ、まずもうお湯を注ぐだけでできるっていう簡単さがまず好きです。うん、お、27日来てくれるんですか。配信終わったら買いに走ろう。なんかね、お湯の量もね、時々ね間違えてめっちゃ濃くなる時あるんですけど、その濃いやつも美味しいんですよ。今の今日のやつはちょうどいい。お、ハート、31年東京行きます。チキンラーメン2個買ったらひよこちゃんのコップくれた。欲しい。あと5分だ、早い。5分では完食できません。トートバッグもらった、いいね。お、星花火ありがとうございます。これいつのなんやろ。何年みたいな書いてない。でもね、結構前からね実家にあって、それをね取ってきたんですよね、結構前。いつのなんやろ。ね、このひよこちゃんかわいい。
花火が来た。この口がね、好き。これくちばし？ありがとうございます。お、金魚もあった。コリア？こんにちは。감사합니다。효도아오이。저는아오이입니다。では壇上を読みます。ボーダーさん、中健さん、クロちゃんさん、ケンタさん、リサさん、シューちゃんさん、ジータさん、サージカルさん、リョウダイさん、トノサマドラゴンさん、グラファンさん、アクイさん、チャオさん、ありがとうございます。金魚こんにちは。金魚ありがとうございます。ぜひぜひ。すごい、花火職人9位だって。では次は1時45分からします。花火タワーありがとうございます。あ、テロップだ。テロップに書きますね。あれ、テロップ出た。文字数が、お、よかった。ありがとうございます。花火タワー、素敵、素敵なギフト。皆さんもチキンラーメン食べてください。27日までに1回は。ありがとう。じゃあまた1時45分に来てください。